BE:FIRST ベストヒット歌謡祭でマスタープラン披露。どうも皆さん、こんにちは、クーです。はい、今日はですね、 BE:FIRST がベストヒット歌謡祭に出演して、そちらの方でマスタープランを披露したんですけども、今日はですね、そちらの感想についてお話ししていきたいなと思います。僕のね、このチャンネルっていうのが結構そのジャニーズ関連、ジャニーズとかスタートエンターテインメント、まあそれのね、派生というか、まあ派生じゃないか、派生って言ったら怒られちゃうかな。まあ 2B だったりとかね、まあ平野翔くんとかがいるナンバーアイとかがいる事務所ですよね。まあそれが結構ジャニーズ関連とか、まああと新しい地図のスマップ関連とか、そういうのも結構喋るんですけども、あんまりね、こういった ABEX だったりとか、まあラポネだったりとかっていうのは、まあ、喋るんですけど、比較的数が少ない。ただ僕はもともと AAA とかもすごく好きで、実際ライブとかも行ったことありますし、まあ、その中でね、BE:FIRST っていうのももちろんダッチャンがプロデュースというか社長でやってるので、まあ結構僕のチャンネルでは比較的取り上げてる方かなと、まあそのスタートエンターテインメントとかジャニーズ関連以外だったら結構比較的取り上げてるアーティストになるんですけども、まあ、今回ベストヒット歌謡祭を見てて、ですね、ちょっとね、なんか、やべえなって思ったというか、まあね、正直、BE:FIRST って、僕はね、スタートエンターテインメントはアイドルとして見ていて、BE:FIRST は僕は完全アーティストとして見てるんですよ。だから、まあ、こんなこと言ったらあれなんですけど、BE:FIRST の方が、ダンスとか歌は上手いかなと思うんですよ、スタートエンター。もちろん、個人個人で見たら、じゃあこの人が上手いとかはあるんですけど、そのグループの完成度って言うと、まあ正直、BE:FIRST が上かなと。ただまあそこは、アイドルとしての良さもあったりとか、アーティストとしての良さもあったりとかするので、どっちがいいとか悪いとかじゃないんですけど、まあ、BE:FIRST は僕は本当にかっこいい男性たちっていう感じで見てるんですね。で、その中で今回マスタープランで、なんかね、言葉が正しいのかわかんないんだけど、なんか気合がいつもよりも違ったように僕は感じて、もちろんさ、BE:FIRST さんってさっきも言いましたけど、歌とダンスの実力が半端ないんで、どのパフォーマンス見ても、M ステ見たいとか、カウントダウン TV 見たいとか、じゃあ、FNS 今後やっていくと思いますけど、そういうの見たりとかもしても全部えげつないし、やばいのはわかるんだけど、なんか今回はより感じたんですよ。で、なんでかって言われたらわかんないんですよ。まあ、もしかしたらなんかその、特別な日があって、それの前にあるパフォーマンスだったか気合入ってたんじゃないですかとか、まあ、ぜひ、その、ファンの方、すごく、ちゃんと BE:FIRST の方を知ってる方々にぜひ教えてほしいなと思ったんですけど、なんでこんなにパフォーマンスいつも以上に感じたのかなって言われると、ちょっとさっきも言ったけどわかんないんですけど、僕はなんか心に、今日の BE:FIRST やばくないって思ったんですよ。で、もしかしたら衣装とかもあるのかもしんないですよね。なんかそのマスタープランって、最初、トゥン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 って始まって、理解不能って時に、レオ君が歌った時に、バイブでドゥルルってみんな、外向きに向いた後に、内側にキュッて戻るじゃないですか。ほんとロボットダンスっぽい、人間の動きではできないような、もうちょっと異次元の動き方をするじゃないですか。で、結構照明がね、暗めなんです。暗めってか、だいぶ暗いよね。で、後ろに結構緑のスポットライトぐらいしかなくて、で、僕が今回言いたかったのは、BE:FIRST のこの服装っていうのがね、キャップだったりとか、まあ、ソータ君に関してはバンダナとか、まあ、レオ君とかもそうだけど、キャップ被ったりとかね、シュントとかも、まあ、キャップ被ったりとか、なんかそういった、まあ、フライトキャップみたいな感じか。まあ、そういった感じで、服装もジャージ、セットアップのジャージっていう感じで、照明が暗いっていうか、照明というか、会場が暗いのに、本人たちの衣装も暗いっていうね、なんかこれって、そう、本来はいいのかなとかちょっと思ったんですよ、僕は。もうちょっと違う色とか入れないと、なんかわけわかんなくなっちゃうんじゃないかなって思ったんですけど、まあ、もちろんそんなことはなかったですね。僕が多分その震えたとか、ちょっと今日はいつもと違うように感じたっていう中で、なんか違うなって思った理由としては、もしかしたらそのバイブレーション、ドゥルルルとか、まあ、ソータ君とかわかりやすいですよね、サビの部分とか。M-A-S-T-E-R プランとかでとかあるじゃないですか。あそこの動きとかも、もちろんそういう時も照明は入ってるんだけど、ずっと、首だけを M-A-S-T ターン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 って、右左ってシンプルな動きじゃないですか。で、その後のバイブとかもそうなんだけど、
まあ、それ以外の部分もそうなんですけど、なんかその黒い、まあ、ほぼほぼ黒い衣装を着ている。で、照明もとか会場も暗いのに、全バイブが見えるんですよ。それがもちろん全員。まあ、ソータ君の動きが一人だけレベチってのはもちろんあるんですけども、それ以外のメンバーのバイブとか、一個一個のヒットとかも見える。ってことは、ソータ君がちょっとおかしすぎるだけであって、みんな、やばいんですよ。その、テレビ越しで、照明も、そんなめちゃめちゃ明るい色を使ってるわけですね。青とか、ちょっと暗めというかね。そう、会場に合ってる色を使ってるか、言い方悪いけど同化もしちゃうじゃないですか。で、会場も暗い。で、本人たちの衣装も暗いって。しかもなんか黒いキャップとか被ってるみたいな、余計暗いみたいな。そうたくんも黒いバンダーつけて余計暗いってなってるのに、バイブとか一個一個のヒットとか動きってのが全部繊細に見えるんですよ。見えるってことは、もうめちゃくちゃ一個一個の動きが大きい。なんかちょっと言い方というか例えが違うかもしれないんだけど、結構芸能人の人たちってテレビで見えると太って見えるけど、本物見ると結構細身だったとかっていう人いるじゃないですか。よくそういう話聞くじゃないですか。テレビではちっちゃく見えるけど、本物見たら結構シュッとしてでかかったとか、顔ちっちゃかったみたいなってよく聞くじゃないですか。まあそれとちょっと違うのかもしれないけど、テレビ越しでこんなにくっきり動いてるのが見えるんだったら、会場にいる人たちとかはもっと動きが大きく見えるはずなんですよ、絶対。このヒットだけで見せるっていうのが。これにすごくなんかその、なんかアーティストを感じたんですよ。その衣装でごまかさないというか、黒い会場、黒い衣装でも、一個一個の動きでちゃんと、その、沸かせる、パフォーマンスを見せるみたいな。やっぱね、ソータくんのね、このヒット、もちろんやばいじゃないですか、常にいつだって。それはもう皆さんわかってると思うんですけど、より感じた？なんか、いつもの 1.2、3 倍ヒットしてませんっていうぐらい、なんか首とか、ドルルルンってなんかなってませんでした。なんか僕、あれみたいな。なんか、いつものソータくんもやばいけど、今日のソータくんやばいな、みたいな。って感じるぐらい、なんかみんないつもより震えてる、そのバイブとか、動きが大きく感じた。そこでやっぱそこを全部踏まえて、かっけえな、やべえなって思ったかもしれないですね。興奮が冷めやらないというか、まあ、ジュノンとかもそうですよね。黒い、ニット帽みたいなの被ってて、金髪が襟足しか見えないじゃないですか。なんかほんとアーティスト集団、職人集団って感じがして。で、あとこの、ベストヒット歌謡祭の特別バージョン、特別パフォーマンスってところで、I know とかっていう時は、そのステージのこの円を囲ってみんながお客さんの方を向くとか、まあそういったのもそうですし、もう時間だぜってソータくんの2番のサビのとこあるじゃないですか。で、その後、チッ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 って、毎回みんな楽しみじゃないですか。なんかね、前までだったら手だけをチッ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 とかいろいろあったのに、なんか今回全身使ってた感じがして、なんかちょっとやばくないパフォーマンスみたいな。すごい言い方キモかったよ。ごめんなさいね。すいません。なんか本当に、メンバー全員が、もちろんいつも絶対気合入ってるはずなんだけど、本当気合が 1.2 倍に感じたんですよ。まあ、2倍って言っちゃうとなんかさ、じゃあそれ以外の時はパフォーマンスってなっちゃうから、まあ、今回 1.2 倍って言い方させていただいてるんですけど。最後だってさ、もう最後に関してはもうほぼ黒よ。もう、一番端の2人のメンバーとかほぼ見えないからね。けど、このシルエットだけで見せるみたいな。なんかね、マジで、全然顔見えなかった、今回。メンバーの、みんな帽子大きいし、深く被ってるし、みたいな。ソータくんとかもバンダナをおでこの方にしてるから見にくいし、ジュノンも大きいニット帽被ってるから、大きいニット帽っていうか、普通ニット帽被ってるから見にくいしっていう。なんだけど、ほんとパフォーマンスだけで見せられたっていうのが、なんかちょっと個人的に僕は今回感じましたね。ぜひですね、その BE:FIRST 詳しい方、まあ、僕はその好きだけどめちゃオタクとか詳しいってわけじゃないんで、ほんと見たまんまやべえすげえかっけーみたいなとこについてお話させていただいてるんですけど、ぜひ皆さんの方のコメントでぜひ教えていただけたらなって思います。もちろん感想の方も書いていただけたらと思いますので、ぜひ皆さんのコメントお待ちしてます。はい、自分はですね、こういったBE:FIRSTだったりとか、日本のエンタメについて自分の思いや主観でお話させていただいているので、ぜひチャンネル登録、高評価で応援していただけたらなってに思います。ちょっと、ほんとかっこよすぎるよ。またね、明日仕事できないわ。